すれ違い様のさっき、さすがだな。君こそ相当なものだ。
確実についてる。なんか機嫌いいな。 結構な高さまで登ってきたんじゃないか。柵もないし落ちればひとたまりもない。気をつけたまえよ。 成果が出たぜ。 バラバラにしてやる。 相手には困らないな。
決めたまえ。 余裕の勝利だね。 確実についてる。なんか機嫌いいな。
これほどとはな。よし、いい感じだ。 調和するとは、志は一つだからな。 ここのところ運がいいな。
あれか。そう、あれがこのくさび全体の力の流れの要。あれズーグルなのか。なんてデカさだ。万人と中枢を兼ねているのか。とにかくあれを倒せば精霊力の吸収を止めることができるんだな。どうやら違っていても戦うしかなさそうだ。油断するな。これもレナの技術の差なのか。機械だか生き物だか知らねえが、おとなしく仕上がってんだ。気をつけたまえ。どんな能力を持っているか分かった。今ヘマする。
丈夫か、リメル。お前、泣いてるのか。あんただって。聞こえた。私にも聞こえた。私もだ。声と言っていいかわからないが、確かに。何だったんだ、今のは。あれはダナの精霊力だった。私たちが聞いたのは精霊力に意志があるっていうのか。わからない。でも覚えている、ビエゾと戦った時に起きたこと。修霊機から現れた炎の怪物のことか。そう、溢れ出た膨大な精霊力が怪物の形を成した。さっきまでこの場にはそれをはるかに上回る精霊力があった。精霊力がたくさん集まると実体や意志を持つというのか。かもしれないというだけよ。マスターコアには修霊機より多くの精霊力が収められているけど、そんなことは起きていないし。だがマスターコアや修霊機にそれを抑える仕組みがあるとしたら筋が通るのではないか。確かに炎の怪物が現れたのはビエゾの修霊機が壊れた直後だった。さっきのズーグルにも同じ機能があったが、扱う力が大きすぎて抑えきれず、それをリンウェルが感じ取った。でもだったらなんで消えちまったんだ。精霊力はたくさんあったし、邪魔してたズーグルもいなくなったんだろう。おかしいじゃないか。ごもっともだ。仮説を進めるにしてももっと裏付けがいるな。それはそうと、大丈夫かね、リンウェル。なんで私が最初にあの声を聞くことができたんだろう。リーメル、もしも、もしもだよ、それが私の血のおかげだったら。あ、変な話しちゃった。さあ早くここを出よう。本当にちゃんと止まったかどうか確かめないと。またあのグネグネの中を通らなきゃならねえのか。行きと違って下りな分楽よ。そっか。あなら筋肉痛は下りの方がなりやすいそうだ。マジ？さっきお前なんか言いかけなかったか。え？ああ、うん。別に話したくなきゃいいけどよ。うん、あのね。おう。ごめん、やっぱりいい。なんだよ、はっきりしねえな。ダダ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 、分かったって、聞かねえよ。ダメ、ウルル。ごめん、まだうまく言えない。いや、別に構わないけどさ、あんまし抱え込みすぎんなよ。うん、ありがとう。行けるぞ。
この頃ついているみたいだ。
剣と行こう。危ないよ。緑の速度。大地を元に戻ろう。その後、私が絡み取ろう。ひとまずの決着はついたか。まだまだ戦いは続くんだ。あいつなんか雰囲気が違うな。この弾丸で。はい、どかせ。はしゃぎすぎた。まだまだ行くわよ。この弾丸で。はい、どかせ。今だ。やっと。やめろ。やらせない。やめろ。貴様の使い方。決めて。レネギスへの光は止まったようだな。ひとまず破滅は回避できたってとこか。でもまだかすかに力を感じる。完全には死んでないみたい。わかるのかリンネル、なんだか前より感覚が鋭くなっていないか。あの声を聞いたからとか。そうなのかな。でも悪い気分じゃないよ。完全に死んではいないか。これ以上は破壊し尽くすしかなさそうだな。城一つ解体するようなもんだぜそいつは。でもそれじゃこの後はどうするの？
レネギスに行こう。くさびを止めて破滅を逃れたと言っても所詮一時しのぎでしかない。レナにダナを諦めるつもりはない。あれがその証拠だ。それにレナス・アルマのこともある。何かが進行している状況に変わりはない。だけどどうやってあそこに行くの？レナの星船はどうだ？どこかに使えそうなのはないのか？星船は鋭ゴリガの返しと終わりにしか使われないし、通常はレネギス側にある。君たちが思うほど我々は自由に行き来しているわけではないのだ。それじゃお手上げじゃねえか。ダナにはそんなものを作る技術はないし、レナ人の協力があったって今からじゃいつになるか。レネギスから降りてくるのを待ってる方がまだ可能性がありそう。待て、アルフェン、お前はレネギスから星船に乗って戻ったと言ったな。ああ、そうか。おいおい、まさか300年前の話だろ。だが、アルフェンが目覚めたのはほんの数年前のことだ。なら少なくともその時までは動いていたはずだ。うん、君はどこに降りたのだったかな。そのあたりの記憶はあやふやなんだ。ただ気がついた時にはカラグリアにいた。だから他の寮ということはないと思う。幸いカラグリアは古巣だ。つてを頼ろう。いよいよなのだな。ああ、レネギスがあそこにある限り避けては通れない。カラグリアのつてって誰のこと？ネアスだ。彼なら何か知ってるかもしれない。まずは船で陸に戻ろう。うん、まずはウルベゼクに向かいたい。君たちの出発点か。俺の親父のさ、大丈夫？苦しそうだよ。少し船に酔ったみたい。嘘だよ。嘘だって言ったの。シオンって感情が顔に出やすいもん。あなたに、いえ、そうね、ごめんなさい。アルフェンのこと？彼だけじゃないわ。話せないこと？私はあなたたちとは違うから。違わないよ。うん、初めて会った頃だったら違うと思ったと思う。でもそうじゃないよ。私とシオン、違わないよ。それにそんなこと言ったら私だって違う。ダナ人なのに魔法使い。言ったでしょ、迫害を避けて隠れて暮らしてたって。人はそれぞれ他人にはわからない辛さを背負っているからな。お前たちが話しているのを見て気になってしまった。おせっかいとは思ったが性分でな。すまない。
私と話したって面白いことないはずよ。迷惑か。そんなことは。お前が何か思い悩んでいるのは見ればわかる。お前のことだ。どうでもいいことで悩んだりはしないはずだ。それを無理に話せというつもりはない。私はレナ人ではないし、魔法使いでもない。王でも巫女でもスルドでもない。ありふれた元奴隷に過ぎない。それでもお前の力になれたらと思う。仲間だもん。私もあっちの男どももみんなそう思ってるよ。それに私たち友達でしょ。前にアルフェンにも言ったが、お前は一人ではない。ありがとうリンウェル、キサラ。さて、そろそろ私はおいとましよう。どうもこの船というやつには慣れなくてな。私も行くね。男どもがまた変なことしてないか見てないと。特にローはちゃんと見張ってないと何しでかすかわからないんだから。でもだからこそ私は。一息つけそうだね。シオン、いよいよ変だよ。ああ、ひどく思い詰めているようだね。やっぱりアルフェンに行った方が良くないかな。私もそれは考えた。だが、何に悩んでいるのであれ、一番知られたくないのかもしれない。もしシオンが隠したいと思っているなら、それを私たちから伝えるわけにはいかない。言えない。言えるはずがない。私はどうしたらいいの。見覚えのある景色は安心するな。
よし。うん。ならば、リメルかな。あんたは考えなしに喋る人間ね。カラグリアか。ずいぶん懐かしく感じるな。あの時はジルファもいたっけ。親父。しんみりしないの。故郷なんだから胸張って。以前に比べて住民の顔が明るくなったわね。ああ、空気がずいぶん変わった。いち早く解放されただけのことはある。ジルファが見たら喜んだかな。そうだな。でも今はローが、ロー、うん、ロー、どうした。いや、なんていうか、ちょっとさ、出奔したことまだ気にしてるのか。俺にとっちゃ見捨てた間に解放された故郷だからな。そんなこと気にしてる場合じゃないって頭じゃ分かってるつもりなんだけど、やっぱちょっとな。
装備は見直したか？うん、美味しい料理は知って。次から次へと、みんな少しは自分の頭ってものを。ねえアス。なんだこっちは今アルフェンか。なんだか大変そうだな。相変わらずさ、レナの残党にダナ同士の縄張り争い、おまけに厄介事の相談は全部俺たちに頼りきりとくる。そこに来てあのお空のお引っ越しだ。まあこっちのことはいい。何か用があって来たんだろう。ああ、古いレナの星船を探している。何か情報はないか？星船？何のためにそんなものがいるんだ？レネギスに行くためだ。レネギス？正気の沙汰に聞こえないぞ。お空のお引っ越しを見た後でもか？わかったよ。だが俺もさすがにそんな心当たりはない。記録みたいなものでもいいんだ。古い書物ならいくらかある。見せてもらうことはできるか？いいだろう。ありがとうネアス。一通り読んでみたけど、一箇所だけそれらしい記述があったよ。大きな流れ星が山の向こうに落ちたって。時期もレナの侵攻の少し前。それなのか？わからないけど、他にそれらしいのは見当たらなかったから。ベルクっていうのが地名っぽかったけど違うかな。ベルク？心当たりがあるのか？カラグリア有数の火山だ。つい最近流れ星が落ちるのを見たっていうやつがいたんで調べに行ったところさ。最近になってまた流れ星が落ちたっていうのかよ。もしかしてあの時見た4つの光の一つ？いけるんだな。道を教えてくれ。ジオーネ廃坑道だ。通行止めになっていた通路の一つが火山に通じていた。そこを使え。だが用心した方がいい。流れ星と関係あるかわからないが、途方もなく巨大なズーグルがいたんだ。あんな化け物見たことがない。巨大なズーグル。遠目に見た時点で引き返したんで詳しいことはわからないが、行くなら十分気をつけろよ。よし。ネアスが言ってた化け物の話、
なんかヤバそうな感じだったな。だとしても行くしかない。ジオーネ廃坑道を抜けてベルク火山だ。行くぞ。ブルー、リンウェル、フルルの元気がないようだけど大丈夫？少しバテてるみたい。フルルはシスロディアの生まれだから。ああ、それでなくてもカラグリアは熱いもんな。ははーん、読めたぞ。お前雪国生まれだから白いんだな。ダナフクロウは育った土地の精霊力の影響を強く受けるから、生まれた場所と外見は関係ありません。フルルが白いのはまだ子供だからだもんね。フル、住む土地で色が変わるのか？不思議だな。ずっと一緒に旅をしてるし、成長したらどんな柄の翼になるか楽しみなんだ。白のままっていうのもいいと思うけど、変わってしまうのね。わかった。右と左と頭と尾羽と腹で色分けするんだろ、地図みたいに。ほらあらだだだ、急に元気になりやがった。ローが変なこと言うからでしょ。フルルにも美意識はあるんだから。美意識か、なかなか見どころがありそうだ。キオハリム、惹かれています。ここまでは無事に着けたな。拝見と行こう。ブラシハウリング、ひとまずの決着はついたか。まだまだ戦いは続くんだな。雰囲気が変わった。油断するな。ジオーネ廃坑道か。久しぶりだ。ここで初めてシオンと一緒に戦ったんだよな。あなたが初めて私に触れた場所でもあるわ。そうだったかな。ええ、そうよ。
ここがベルク火山に通じる道か。いきなり溶岩とか流れてきたりしねえだろうな。心配屋さんの頭には落石があるかもね。作れそうだ。一瞬で成長するな。
これで野菜や果物も肥料にされるのは勘弁願いたい。突破するぞ。爽快を果てるが一気に突破する。ここのところ運がいいな。
この弾丸でハイトカツ絡めとる決めて両方で走破中央陣月というものは本当にあるようだな強そうな武具だね光っているやつは相手なら問題ないな。力の差は歴然だというのすがすがしいまでの余裕ぶりね
君もあくびをしていただろう。そんなわけないでしょ。